韓国の検察が産経新聞前ソウル支局長を在宅起訴。狙いは何なのか。日韓関係への影響は。昨日夜、韓国のソウル中央地検は産経新聞がウェブサイトに掲載したパク・クネ大統領をめぐる記事が大統領に対する名誉毀損に当たるとして産経新聞の前の支局長を在宅起訴しました。この記事はセオル号の沈没事故当日の大統領の行動を韓国の新聞などを引用する形で報道したものでした。今回の在宅起訴を受けて産経新聞は社長声明で、各国が憲法で保障している言論の自由に対する重大かつ明白な侵害だと強く抗議しました。また菅官房長官は、報道の自由、日韓関係の観点から極めて遺憾、民主国家として世界の常識と大きくかけ離れていると厳しく指摘しています。はい、それではここで、韓国社会論などがご専門の静岡県立大学小針進教授にお話を伺います。電話がつながっております。小針先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは、いつも聞いてます。ありがとうございます。今回の在宅起訴なんですが、はい、小針先生、このソウル中央地検は何をこう狙っているんでしょうか。狙いという前に、その前に どこがこう当事者なのかって考える必要があると思うんですね。ほうほう。で、まあ、検察がもちろん起訴してるんですけども、おそらく検察は独自の判断というよりもですね、これ刑法 その名誉毀損というのは、刑法ですから、刑事件って捉えるんですけども、その被害者に当たる人が処罰望まないって言えば、まあ、望まないっていうか、そのまま何もないわけですよ。で、これ当事者はパク・クネ大統領ですよね。はい、そうするとパク・クネさんの方から、まあ、これ起訴を望んだということですよね。望まないってことを言ってるわけじゃないから、で結果的に検察の判断というよりも大統領府の意向でやったって考えるべきなんでしょうね。なるほど。その場合にですか、狙いというとですね、はい、あんまり狙いとかないんじゃないかと思うんですよね。はっていうのは、まあ、もちろんその国内メディアを萎縮させるっていうようなことあるのかもしれないんですけども、まあ、これまでもこの政権になってから5件ぐらい同じように、起訴されてるんですよ、国内のメディアがね。はい、でそういう意味で言うと同じようにそのあるんですけど、一言で言うと非常にこう政権に対する批判に敏感な政権なんですよ。で敏感なあまり、特に何か狙いがあったりビジョンがあってですね、やってるにはもう思えないんですよね。今回のその産経新聞のコラムもそうですし、はい、それから朝鮮日報が伝えている記事なども見ておりますとですね、これ確実に産経新聞のコラムはそれ引用する形で書いておりますよね。そうですよね。そうすると、なぜその検察はこの引用し元の朝鮮日報を捜査対象としないのかというのが、この疑問が上がって湧いてきますよね。そうですよね。そこも非常にまあちぐはぐでバランス感覚がないというかですね、はい、で一つはやはり日本メディアだからっていうのはあるのかもしれないですよね。例えば、まあ朝鮮日報って一番大きい韓国の新聞ですから、はい、まあ、そこを起訴するってことになるとですね、かなりこう底を敵に回すわけですから、まあ、いろんな問題が出てくると。ところがそうすると、まあ、韓国メディア自身も同僚のメディアがってことで、他のメディアも結構騒ぐはずですよ。ところが日本のメディアですと、その、まあ、日本のメディアでゆえにですね、こうもちろん異論がいくつか出てるんですよ。非常に、まあ、表現の自由を萎縮するからこんなことするべきじゃない、国の恥だっていう議論もあるんだけども、ただ見てるともう少し本当は韓国のメディアが騒がなきゃダメですよ。そうですよね、言論自由と、ね、非常に別の問題ですからね。ですから、まあ、その先ほど狙いというお話で言うとですね、この政権の場合そもそも いくつか その言動に関してですね、ちゃんとビジョンを持ってマネジメント能力があってやってるかとか非常に疑問で、例えば今回もこういう起訴をすればですね、
まず言論の自由云々ということで国際的なもうこれ批判浴びるの決まってるんですよ。日本からだけじゃないわけですよね、はい、で非常にこうイメージも悪くなる。それからともう一つは日本との外交問題になるの、これ確実ですよね。やっぱりそうでしょうね。ですよね。で、それでやっちゃうっていうんですから、うん、例えば日韓関係今若干良くなってる部分があったわ、はいはい、わけですよね。でそれでやっちゃうってことはあんまりこうビジョンもなく、うん、ビジョンが非常にある政権であればですね、例えば大統領が他の国に行ってね日本の批判を繰り返せるなんてことありえないわけですよ、はい、問題の解決にならないわけですから、うん、だから非常にこうバランス感覚の欠けた部分が出てマネジメント能力が欠けてるところが露呈したなっていう感じで見てます、ね、でも今小針先生がご指摘になりました韓国 の、 そのメディアもそうですけれども、はい、もっと批判を強めないといけませんよね、これね。そうですね。日本ももっといろいろこのメディア、まあ、比較的大きく今日も新聞出てましたが、あれですいいですけど韓国のメディア人心がもう少し騒いでほしいなという、ね、うん、本当そうですね。時計の針が戻ってるわけですから、はい、小針さんすみません一つだけ、はい、今回小針さんは客観的に見て産経新聞に非はあると思いますか。いやないでしょう。だって、うん、貢献力に対してのまあ何か言及なわけですし、それでしかも、記事の内容もそれほど何か、侮辱している内容とも思えないし、基本的に引用ですからね、引用ですしね、だからちょっとやっぱやりすぎですよね、ですね、はい、小針先生どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、失礼します。静岡県立大学小